けましておめでとうございます。バスケリアです。平成最後にやっておきたいことということですか、うん、鈴木さんありますか。最後にやっておきたいというよりは来年やりたいこととして、今年12月にタイのバンコクに行ったんですが非常に楽しかったので来年も行きたいです。タイに行くと元気になるんだよね。そうですね、まあ皆さんご期待ください。あの今回のライブタイから帰ってきたばっかなんでタイ帰りの、タイ帰りなんで、でも全然違う。えっこれねお正月に送るんだ。ああそっか、元気な姿を見れただったでしょっていうことですね。そうですね、はいはい、そうですね。僕のお家の机の周りがですね、なんか坂口安吾とかスティーブ・ジョブズの机みたいにものすごいことになっちゃってるんで、まあ、これを片付けなきゃなと、平成最後に片付けておきたいみたいな感じですかね。なんか割とやり今年すごい充実してやり尽くしたので、ああ俺先にそれ言えばよかったな、まあ、やり尽くしたんではないですっていう、あの、ね、先に言ってこっちがもって言われて、しょうがないね、しょうがないね、はい、はい、来年も頑張ります。あ今年も頑張ります、はい、もう僕もそうですあのいろいろやってきますんで、楽しみましょう。以上です。以上です。